400個の箱の中身を埋める行為が教育の義務でしたから、お家に帰ってさっこ1時間考えましたよ。考えたでしょ。困った困った、答えがわからぬ思考もてもてししていく末編み出した近道とやら楽なもんだ。他人の思考を丸写しししし、無駄無駄無駄無残決算思考がすでに停止しているから、停止していることすら気づかない。離れた黒目を戻そうとしない。だってだってあいつが言ってた、その思考思考の思考と思考し思考すらまた誰かの模倣意志地蔵、それが思考編無意識の事故なので、進行や進行を更新中です、更新中です、ここ更新中です。 4×4 が16だなんてフィボナッチすら認めてはくれない。この我々に黒い涙流し、黒箱に向かってこう言うんだね。大好き大好き、来ててよかった。利口なくせに人口を拝借、セットリストにこじつけの解釈、ネットにふとに行かれてる。 I love you。 誰も誰も音質の中で足でさ考える、足でさ足でさ、あなたは足でさ足でさ考えない、足でさ足でさ、あなたは足でさ足でさ考える、足でさ足でさ、あなたは足でさ足でさ考えない、足でさ足でさ、あなたは足でさ足でさ考える、足でさ足でさ、あなたは足でさ足でさ考えない、足でさ足でさ、あなたは足でさ足でさ考える、足でさ足でさ、あなたは足でさ足でさ考えない、足でさ足でさ、特で順番に刺されてって主人公はどう思ったのか、手前の人たちの回答を聞いてお手ふためいて書き直しなさく、 0.2 時間の延期配列のせいで人と人は足り合えない。99か違う、我々はキャラクターのようにしか見えないの。犬が犬らしく、猫が猫らしく、鳥が鳥らしく、あるべきなように人が人らしく思考していたら、我々にとってとても愛しい無防備に水が風にさらされる。足みたいに好きだらけの人間、それをずっと見守っていたいです。やっとダウンせず見ていたいのです。それから朝も昼も夜もずっとずっといろんな場面で悩んで悩んで苦しんで苦しんで苦しんでさ、それを全部ここにぶつけるんだ。なんて可愛くてしょうがない人間だ。痛い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